ちら北九 PR 部、ただいまの土俵北緯33度52分、東経130度52分、九州の最北端に位置する福岡県北九州市。今週も北九 PR 部出動します。 OK、 北九 PR 部のたたみ、皆さんおはようございます。クロス FM、 ここからのお時間は私たち北九 PR 部が1時間にわたってお送りする北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビでお楽しみください。18歳から20代までのメンバー北九 PR 部が企画や出演、 PR をしながら楽しく学び、北九州市の魅力を発信していく番組です。北九 PR 部部長は番組ディレクターでもある鶴田弥生さん、エンディングで登場します。それでは今日の出演メンバーです。はい、いや今日はもうめちゃくちゃ楽しみなんですよ。いや楽しみなんですけど、今日はある共通の趣味を持つお二人さんに挟まれて話にちょっとついていけるかどうかちょっと心配な2期生のエリリンです。はい、実は使ったことないので18切符を使ってみたい。18切符。3期生のコハです。一番印象に残っている自転車は、最近西九州新幹線も、開通するということで新幹線なんですけど、ツバメっていう新幹線が一番印象に残っている3期生のカワちゃんです。おー、今日はこの鉄道好きなお二人さんと私エリリンこの3人でお送りしていきます。かわちゃん、なんでツバメが印象に残ってるの？いや、ツバメは新幹線乗った時に、のぞみとかだと入ってすぐに、座席が広がっていて、白い壁が広がっていてっていうイメージがあるんですけど、内装がめちゃくちゃ綺麗で、もうおしゃれな感じで、駅弁を食べながら鹿児島中央駅から博多まで帰ってきたんですけど、すっごい有意義な1時間半で、もう心に染み渡ってます。座り心地がいいとか？いや、それもあるんですけど、やっぱり内観のそのデザインというか、ちょっと気張りのおしゃれな感じ、すごく綺麗で印象に残りすぎて、もうなんて言ったらわからないぐらいの頭がシュンってマシになってます今。コハは18切符で どこ行きたいとかっていうのある？北海道行ってみたいけど、でも北海道最初18切符使うには遠すぎるかなって、やっぱ体力いるかなって思って、いや関西とか、ちょっと頑張って関東ぐらいかな最初はって思ってるけど、いずれか北海道とか東北とか遠いとこも行ってみたいなって。なんかもう日本一周しそうやね。18切符ってなんか年齢制限とかってあるんだっけ？青春18切符っていう名前なんだけど、実際には年齢制限とかもなくて、どこでも、全国どこでも行けるっていう感じですね。それこそ僕は一回、小学6年生ぐらいだったかな、一回青春18切符使って、小倉から鹿児島中央駅までゆっくり何時間かな13、4時間ぐらいかけて、途中その寄り道とかしたりしたんですけど、その時もおじいちゃんと、いとこと3人で行って、もうおじいちゃんといとこがぐったりしてる中、かわちゃん元気に鹿児島中央駅に降り立って着いたぞって感じでしたね。絶対楽しい。いや絶対楽しいから、もうぜひ使ってください、いいね、なんか誰でも使えるならね、ちょっと私も行きたくなってきたな。お仲間入りですか？仲間入りしちゃおうかな。そのうち。やった。実は今回はスタジオに入る前に歴史を映し出す地図の博物館、前輪ミュージアムに行ってきました。すごく貴重な古い地図も収蔵する、さすが地図の前輪って感じのミュージアムでしたね。はい、その前輪ミュージアムで開催されているのが鉄道開業150周年企画展、
鉄道網から読み解く近代日本。初めてミュージアムに行ったんですけど、常設展の地図の展示もめちゃくちゃ面白いし、企画展は地図に鉄道の要素もプラスされていて、さらに興味が湧くものになっていました。なんかもうずっと見ていたいっていう感じのところだったよね。いや3人にしてずっと見てたら、うん、はい行くよささやかれて行きますみたいな雰囲気でした ね、人生でこんなにね虫眼鏡使って地図見たいなって思うなんて思ってなかった。いや本当に入り口のところに虫眼鏡があってね、うんうん、ちょっとな取りにちょっと、行きたい行きたかったよ最初いらないのかなって思ってたらやっぱりいるねってなって、うん、いや今日はそんな鉄道開業150周年企画展を中心に前輪ミュージアムの魅力を熱くお伝えします。すでに企画展を見た皆さんのご感想や番組を聞いてのコメントなどもお待ちしています。番組メールアドレスは kita@crossfm.co.jp kita@crossfm.co.jp それから番組 SNS もぜひチェックしてください。コメントをするときはハッシュタグキタナビをつけるのもお忘れなく。キタナビはカタカナです。それではこの番組で北九 PR 部の私たちと一緒に北九州の魅力をたっぷり知ってもらって、北九州が大好きな人をどんどん増やしていきたいと思います。北九 PR 部のキタナビ。県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、コハ、カワちゃん、私エリリンでお送りしています。今日のテーマは前輪ミュージアム鉄道開業150周年企画展、鉄道網から読み解く近代日本。はい、今日はですね鉄道好きの2人がいるんでね、もうマニアックな話が飛び出すかもしれないとか、もうなんかすでにちょっと出てるような気がしますがあの鉄道好きな人っていうのはね結構私の周りでもいるんですけど、うんうん、あの2人は鉄道のなんか何がと か、 なんかいつから好きなの？私は高校の時の先輩の影響で好きになったので、うん、意外と最近なんですけど、うん、鉄道好きとしては、好きなのはやっぱ技術、工業大学っていうのもあって、あ技術面と、あとは地域性あふれるデザインとかも、外観もだけど 内装も本当にいいアドレスですね、デザインも良くて、それがしかも私たちの日常に溶け込んでいるというこの素晴らしさ、もういつも通っている駅にそれが来るだけで華やかに、そう色が変わっていますよね、いいですね。ちなみに僕は、うん、結構前ですね、もう幼稚園ぐらいから好きで、それこそ本当にちっちゃい頃よく自分のお父さんと小倉駅に行っては新幹線を見るとか、で図鑑を持ってずっとあの新幹線とか電車とかを眺めてっていう日常を送ってたなっていう印象があります。まあ、主に僕も見るのは、あと乗ることも好きだなって感じですね、やっぱ乗り物の中でも鉄道が一番。いやもう鉄道が一番ですね、ご飯もそうですね、ご飯はバイクも乗るよね、バイクも乗り物結構好きで、乗り物が一般的に、鉄道も好きだし、バイクも好きだし、車もちょっと好きだけど、でもやっぱ私が一番突っ込んで沼ってるのが鉄道かな。沼ってますね。コハはやっぱ乗るのが好き？乗るのも好きだけど、まあ写真好きっていうのもあって、いわゆる撮り鉄っていうやつに近いかな、一番は。じゃあいっぱいいい写真を撮ってる。
かもな、まあ、あ今度見てみたいですねちょっと後で見せてもらおうそうですね、うん、鉄道開業150周年ということで門司区にある九州鉄道記念館や今年春に小倉北区の JR 九州小倉総合車両センター内にできた小倉工場鉄道ランドも気になるところですが、うん、今回私たちが行ってきたのは前輪ミュージアム、リバーウォーク北九州14階にあります。カーナビでもスマホでもペーパーでも皆さんよく地図は見ていると思いますが、前輪は日本全国の市区町村を 100% カバーした住宅地図を作る国内最大の地図メーカーで、本社はなんとこの北九州市にあります。その前輪のミュージアムはここだけです。すごいですね。企画展の前に常設展についても触れておきたいんだけど、これは3つの章で構成されていましたね。はい、第1章は世界の中の日本、マルコポーロの東方見聞録に基づいて書かれたジパングが300年余りの年月をかけて実際の日本に近づく過程を地図から感じることができるという内容でした。うん、なんか目的に合わせた地図作りっていうのをちょっと私は頭に置いて見てたんですけど、なんか そうやって見てみると用がない場所は全然書かないとかと形が適当だなって思って聞いてみたら、場所が分かればいいから形はどうでもよくてっていう意味で全然形が綺麗に書かれてないっていうのをびっくりしましたね、うん、確かに。いや、なんか日本もなんか描かれ方でこんなにも違うんだっていう、なんか別の国に見えるぐらいの地図でしたよね。何の形だろうっていうぐらいのね、なんかいびつな形のものとかあったよね。そしてなんか見ていたらやっぱ日本とヨーロッパの地図じゃ全然違くて、もう見た目からしてパッと見がなんかヨーロッパの地図は本当絵というか飾っておきたい、本のブックカバーにしたいみたいな感じで、すごいアーティスティックでいろんな生き物が描いていたり、別に地図として情報としてじゃなくて見るのが楽しいような感じだけど、日本はそうでもないなっていう印象でしたね。なんかそれこそインテリアの一つとしてなんか用いていたっていう話もしていて、いやそうなんだ、地図ってそんな使い方もするんだっていう、確かにね。あとなんかなんか今でいうその北海道っていうのは世界地図で見ても最後に書かれたみたいで、なんかそれまで白紙になっていてっていう地図が多かったよね。ざっくりと北海道があるのかないのかみたいな、すごい若干見えるけどっていうラインがずっとありましたよね。はい、では続いて第2章は伊能図の出現と近代日本、江戸時代に日本地図を完成の域まで高めた伊能忠敬による伊能図と、その正確なあまりに招いたエピソードが紹介されていました。ここを僕が結構印象に残ったというか、まず第2章のところに入ってやっぱり日本の地図に携わっていた歴史上の人物である伊能忠敬と間宮林蔵と高橋景康っていうこの3名がとりあえずパネルであったっていうのが結構衝撃だったなと思いました。あ、かわちゃんはあれよね、日本史が好きなんだ、詳しいんだっけ、ね、なんか日本史が高校生の時に習ってた時にすごく好きだったんで覚えてて、それこそそのまま展示会の中入っていったら、多分皆さんも見たと思うんですけど、床に大きな地図があったね、ありましたよね。いや、あれ見ててもなんだろう、いろんな地区が書いてて、でそれが大名のいる地区であったりとか、でその中でも印象に残っているのが富士山とか山の頂上を見える場所が、ピックアップされていて線でつながっているっていう、リスナーさんにうまく伝えれるかわからないんですけど、それをさこはが質問してたよね、これ何ですかって。そうそう、
赤い線が引かれているのは三重県、例えば三重県から富士山につながっているのは、うん、三重県から富士山のてっぺんが見えますよっていう意味らしくて、うん、で見えることによって角度が分かるから、うん、それで三重県から富士山までの距離が分かってもっと正確な地図が描けているっていう意味らしいです。だからなんか高い山は結構たくさん線がいろんな場所に、うんうんうん、と線が結ばれていて、中でも富士山はもう真っ赤になるぐらい引かれてた、いろんなところに、うんうんうん、すごい囲まれてる感じで、うんうんうん、だからそのくらいやっぱ伊能忠敬さんは工夫して正確な地図を作ろうとしていたんだなっていうのが、うんうん、なんか知れて、いやめちゃくちゃいい勉強になったなっていう風に感じました。この後、この日本地図が海外に行くことになったりして、うんうん、それまで江戸時代鎖国の時代だったんですけど、うんうん、まあ、開国に行くまでの、まあ、ある意味きっかけになったものっていうイメージ、うんうん、なんか説明もありました、うん、なんか歴史が動いた感じのね、うんうん、すごいもう何だろう、壮大なエピソードって、うん、地図1枚でね、こんなに日本動くとはって感じ、うん、いや本当にいやすごかったですよね。そして第3章は名所図絵、観光案内図、鳥観図の世界。庶民の間で親しまれた正確さの追求だけではない、地図の多様性なんかも感じることができる展示でした、うん、なんか私がすごい印象に残ったのは、うんうん、洋館地帯法っていうのがあって、それはその軍の施設を地図上で描けない、うんうん、軍事的な意味で地図にしちゃいけないっていうエリアがあって、うんうん、で小倉もその一つだったそうなんですね。で私が見た地図も、まあ、小倉ではなかったんですけど、その軍のエリアが海のように描かれてて、うんうん、軍の施設は情報として隠されてるっていうのがありました、うんうん、で前輪っていうのを漢字にすると、うん、善悪の善に隣なんですけど、うんうん、これはですね、隣の国だったり、まあ、隣近所と親しくするっていうことを意味してるみたい で、うんうん、で平和でなければ地図作りはできないっていう思いが込められているっていうのを聞いて、うんうん、なんかすごい地図ってそういう歴史もだし、そういう平和っていうのもすごい象徴されているものなんだなっていうのを感じることができました。地図を作るのにやっぱりその思いもやっぱこもられているんだなっていうのは、それも自分自身も聞いてたんですけど、うん、なんか一緒に感じました、うんうんうん、こんな感じで常設展も素晴らしい内容だったんですけど、今回のお目当ての企画展について音楽の後ご紹介させていただきます。北九 PR 部の北ナビ、福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、エリリン、かわちゃん、私コハでお送りしております。今日のテーマは前輪ミュージアム鉄道開業150周年企画展、鉄道網から読み解く近代日本。今回の展示の企画をされた前輪ミュージアム学芸員の福島亮太さんに、コハとカワちゃんがインタビューした模様をお届けします。まずは詳しく解説していただきありがとうございます。まず質問なんですけど、人によって地図と鉄道っていうのは結構最強の組み合わせだなっていう人多いと思うんですが、まずどんな展示になっているか教えていただいてよろしいですか？はい、わかりました。まずこの前輪ミュージアムとこういう建物施設ですけれども、この当館のコンセプトが歴史を映し出す地図の博物館というコンセプトになってます。でこれに合わせてですね、企画展の方も鉄道がちょうど150年前に日本で初めて、開業しましたけれども、その開業してから150年間の近代日本の歴史を映し出す路線図と
というものをコンセプトにして今回企画展を作らせていただきまして展示をしております。で地図に路線図や駅名その他の情報が書いてあったりもするんですけど、こういった地図から近代のどんな流れが分かるとかありますか？はい、鉄道ができるところには必ず理由がありまして、例えば人を運ぶとか物を運ぶとかっていろいろな鉄道ができる理由が必ずありますので、その理由をですね路線図の中から探し出していくというところでですね、街の成り立ちっていうのをよく見ることができるというのがこの路線図から近代の流れを見ていただく一つのポイントになるかなと思います。ありがとうございます。路線が分かりやすい地図っていうのと地図としての正しさが重要になってくる2つの地図が主にあったと思うんですけど、その使い分けってどんな使い分けがされていたり、私たちが見るときにどっちを使った方がいいとかありますか？皆さん目的によって、やっぱり地図の作られ方も違いますし、その人によってその何を目的で地図を見てるかっていうのがちょっと変わってくるので、この地図の中でも展示を見ていて刺さるポイントというのがお客様皆様違っているところがあるので、そこがすごく私たちとしても面白いところになりますね。ありがとうございます。と私が見ていて地図を見るのはやっぱ路線、鉄道が主にメインで好きなので路線が見やすいっていうのはやっぱ重要で、なおかつ情報がたくさんあるものがなんか見ていてこうじっくり見て、虫眼鏡で見たいようなたくさん情報が書いてあるものはなんかそこを旅してるような気分とか味わえて結構好きだなって思いました。結構地図を見てるとそこで空想旅行を地図上でされるっていう方はやっぱりすごく多いんでですね、いろんな情報が書いてあるとやはり想像もどんどん膨らんでいきますし、そういう地図っていうのはやっぱり非常に人気ありますね。はい。それから展示の中に地形から見る廃線路の探し方っていうものがありましたけど、廃線や線路の付け替えなどの理由で使われなくなった線路の跡地、いわゆる廃線跡が国内に点在しているということで、今回は北九州市にある3カ所の廃路線が紹介してありました。地図から線路の跡地が読み取れる特徴がありますか？はい、まず鉄道というのは自動車と違ってですね、急にこう曲がったりすることができないので、この線路というのは必ずこうカーブ曲がるときはすごく緩やかに曲がっていきますでなので、その線路の敷地というのは非常にその緩やかな曲線を描くような敷地が多いので、その線路がなくなった後もですね、その緩やかなカーブの敷地というのが残っているというのが一つ特徴になっていきます。あとは街中なんかは特にそうなんですけれども、もともと周りが栄えていたところで急に細長い線だけパッとなくなってしまった時にですね、その細長い空き地がやっぱり残るというのが非常に特徴的だなというふうには思いますね。はい、地図からそういったことを読み取るのが好きっていうファンの方とかいらっしゃるんですか？そうですね、多いと思います。地図の上で、ここってもしかして昔線路があったところかなっていうのをまず調べて、でそれを見て現地に行ってですね、実際にどうなのかっていうのをこう見に行くっていう方も結構いらっしゃるんですよね。はい、そういった楽しみ方もその地図の一つにはあるかなと思います。あとはその時線路があった時代を知っている方なんかもいらっしゃるので、昔ここにあったなって懐かしいなって思う方も当然いらっしゃると思いますし、あとは知らない方でもその時ここには線路があって鉄道が走ってたんだなっていうのをこうまた想像するっていうこともできますので、今はそのなくなってしまった路線がその古い路線図だと乗っているっていうので、その時代の思い出話をされる方もいますし、逆に、なくなっちゃったんだけど当時乗ればよかったっていうすごい今後悔してるっていうおっしゃる方もいらっしゃいますし、はい、いろんな話も私たちもお客様から聞くことができますね。はい、じゃ続いて僕からも質問させていただきます。切符のコレクションもありましたが、鉄道好きの中には切符コレクターっていうのいますよね。切符はどういった変化がありますか？
はい、切符はですね、自動改札の普及が、とてもこの切符の変化に影響を与えていてですね、はい、今は非常にメジャーになった自動改札なんですけれども、昔はそういったものがなくて、駅員さんが目で見て確認して、切符を切ってハサミで切ってっていうようなことをしていたので、昔の切符というのは非常にどこに行く、どこから来たっていうのは非常に大きく書いてあったり、あるいはこう地図でここにここから来ましたっていうのは書いてあったりするわけなんですけれども、それがだん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 こう変化して機械で読み取るようになっていきましたので、今は IC カードになるとですね、もう行き先が決まってなくても乗るときにピッとして、降りるときにまたピッとしてっていうようなことになっていくと、切符自体にはあんまりどこに行ったとかっていうのが出てこなくなって、うんうんうん、だけれども自分は電車には乗れるっていうような、そういう、こう変化が一番大きいかなというふうに思いますね。はい、僕自身も実際に見たんですけど、そもそも硬券っていうものを初めて自分が見まして、はい、それこそ軟券とで IC カードを主に使ってて、硬券を見た時に先ほどおっしゃってたと思うんですけど、デザインされてるものとか名前がドーンと出て分かりやすくなってるっていうのを見た時に結構印象深くて、はい、自分もやっぱこれ見ると集めたくなるなっていうのがあったんですよ。だから実際福島さんとか集められたことってあるんですか？そうですね、自分がそう出かけるときに使った切符っていうのは確かになるべく残すようにはしていますね。で、自分が後でこう切符をこう見て、後から切符を見たときにですね、あ、そういえばこの時ここに行ったなっていうのを切符を見たら思い出せるっていうのが一つの魅力かなとも思いますので、そういった意味ではコレクションしてるっていうほどでは多分ないとは思うんですけど、切符残してますね。あ、はい、いいですね。自分もあれ見たらちょっと集めたいなぐらいは思いますね。近年では災害から鉄道路線が廃止になっているケースもあると書いていました。身近なところで言うと例えばどんな路線がありますか？はい、例えば北九州の近くで言いますと JR の日田彦山線という路線がありまして、でそのうちのちょうど福岡県と大分県の県境にあたるところなんですけれども、添田というところから夜明けという駅の間なんですけれども、ここが豪雨でですね、橋が流されたり、あるいは線路が流されてしまってというところで、結局そこが復旧をしないというふうに決まって、しまっていまして、で来年からはまた今度新しいバスが走るということが決まっています。災害など影響もそうですが、今回の展示で日本の鉄道網がどう変化してきたのか、そこに注目することで見えてくる近代日本の歩みがあることが分かりました。最後に企画者の福島さんから今お聞きの皆さんに見どころなどメッセージをお願いします。はい、鉄道が日本に開業してから150年間の歴史がありますけれども、その中には皆さんの記憶とか思い出っていうのもあるかと思います。あるいは今知らない、その時は知らない路線がその地図の中にだけ載っているということもあると思います。新しい路線図、古い路線図というのを比較して見ていただいてですね、その地域の歴史とか成り立ちっていうところに思いを馳せていただけると非常に私としては嬉しいなというふうに思います。福島さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。前輪ミュージアム鉄道開業150周年企画展、鉄道から読み解く近代日本についてのインタビューでした。地図とか鉄道っていうのはまあこれまで、まあ私は必要ある時に利用するっていう感じで、まあ特別にすごい興味を持ってるっていう感じではなかったんですけれど、いや、なんか今回の企画展で廃線跡とかいうのをその地図で見て、この知ってる北九州の知ってる道、ここを鉄道通ってたんだっていうのがなんかすごいなんか感慨深いというか、すごいすごい面白くて、なんか今度行ってみたいなって私思って、あとですね、なんか私前に図書館でなんか昔の地図っていうのをなんか見たことがあって、そこでなんか私の会社の近くにすぐ近くに駅があったっていうなんか事実を前知って、なんか
あ、ここ電車通ってたんだって。今はもう全然そんな跡形ないんですけれど、そういうの知るとなんかすごい面白いなっていう、なんか面白いですよね。いや意外とここ道路だったのに、走ってたんだ、線路あったんだっていうところが結構ありましたよね。そうそう、なんかそういうなんか身近なところにも結構そういう歴史っていうのがあるんだなっていうのを感じれて、いやなんか面白かったですね、知ってる人に話聞くとかも面白そうで、確かに地元の人と話したりするのもそういうの楽しいなって、ここあったよねみたいな。いやなんか私はなんかこうこれでなんか鉄道っていうのがすごいより身近に感じれたんだけど、もともと鉄道が好きな2人はどうだった？そうですね、私はやっぱ知ってるの、多分皆さんと同じように知ってる駅を見たくなるっていうのもあったけど、実は実家の近くに、炭鉱の関係で、昔あった線路っていうのがあって、それを知ってたので、それがあるかなっていうのをいつまで残ってるかなとかいうのを見ながら楽しんでましたね。いいですね、なんか自分の地元ここ本当はどうだったんだろうみたいな疑問になりますよね。かわちゃんはどうだった？僕は歴史も好きっていうのはあるんですけど、やっぱり昔の地図を見ると、鹿児島、今でいう鹿児島本線だけで、鹿児島、福岡から熊本を通って鹿児島に行く路線しかなかったところから、で徐々に、路線が増えていって、今ではもう九州一周できるぐらいの、あの路線線路がつながってるのを見て、あ、やっぱこういう発展してったんだなっていう、オープニングでも言ったんですけど、青春18切符使って鹿児島まで行ったっていう、この経験もやっぱりこういう発展があったからこそできたんだなっていうのを思ったら、すごく、あすごいなって感じました。確かになんかあの最初の、ね、地図を見たら、あ、国営になる前からの、その鉄道の地図、路線図とかを見て、でそれからどんどん発展していく過程っていうのが見れるから、なんか別に鉄道そんな好きじゃないよとか、そんなよく分かんないよっていう人も、なんかこの過程を見ることによって、なんかすごい面白さっていうのを感じることができるんじゃないかなって思いますね。それではここで北急 PR 部の前輪ミュージアムおすすめポイントです。まずポイント1、チケットホルダーが超かわいい。入館料が大人税込み1000円なんですけど、そのチケットや前輪ミュージアムのパンフレットが綺麗に収まるオリジナルチケットホルダーをもらうことができます。企画展ごとにデザインも変わるので、集めたくなること間違いなしのデザインの良さです。今回は鉄道開業150周年の企画展ですから、昭和20年1945年の鉄道案内図がデザインされたものになっていました。この昭和20年っていうのが戦争が終わった年で、自家用車とかがだんだん発達していっているっていうので、ちょうど鉄道のピークの年だったそうで、それで昭和20年1945年の鉄道案内図になっているそうです。さらにチケットホルダーと一緒に企画展の図録ももらうことができます。これはチケット代以上の価値があるのではないかと嬉しくなりますよね。この図録いいよね。カラーで見やすいし、きっとあのこの地図とかで線路とか好きな方は、あの記念に、あの本当に価値あるものだと思うので、ぜひぜひ手に取ってほしいなって思いますね。もう一回見直したらね、分かりやすくまとめられているから、おすすめです。では続いて北急 PR 部の前輪ミュージアムおすすめポイントその2、写真スポットやカフェからの景色が爽快。館内にはいくつか写真スポットがあるんですが、小倉城を見下ろせる場所があって、そこでは江戸時代に作られた小倉城絵図や小倉の歴史が感じられる幕末に起こった戦いの絵図が展示してあるので、昔と現在の姿を見比べながら時間を過ごすことができます。そしてミュージアムには併設された休憩スペースディガーレがあります。
そこではドリンクや北九州土産として大人気のスイーツもあるんですが、そこからの眺めが最高なんです、うんうん、目の前に小倉港フェリーターミナル、日本製鉄の工場群、日上がり臨海工業団地、そして三国ワールドスタジアム北九州に彦島、その奥には関門橋、そんな風景の中を JR 鹿児島本線の線路が走っていて、ローカル線から新幹線まで行き交う姿を見ることができるんです。窓の前にカウンターがあったんですけど、うんうんうん、そこに座って、まあ、コーヒーでも飲みながら鉄道を眺めるっていう、すごい最高のスポットだなと思いました、うんうんうん、そのカウンターに時刻表が書いてあったよね、うんうん、ありましたね、何時に通りますよみたいな、うんうん、そこに毎日変わるって言ってたから、うんうん、何が通るか見ながら、あーもうすぐこれ来るなって思いながらちらって見るのは楽しそうですね、うん、新幹線と在来線が一緒に通るところも見てみたいですよね。あ確かに、うん、では続いて北九 PR 部の前輪ミュージアムおすすめポイントその3、マップデザインギャラリーもお見逃しなく。ミュージアムはリバーウォーク北九州14階ですが、地図がデザインされたグッズの専門店が1階にあります。文房具、傘、グラスやお皿、パズル、バッグ、アートとしても楽しめる地図など、もう見ているだけでも楽しくなるアイテムがもうたくさん揃っています。いや、なんか私はあのエコバッグがすごい可愛いなって思いました。まあ、それも地図がデザインされてて、でもその地図がやっぱなんかすごいおしゃれなんですよ。であとね、実はミュージアムでもらえるプレゼント引き換え券っていうのを持ってこちらのギャラリーに行くと、うんうん、今回は企画展に合わせたデザインの可愛いマグネットをもらうことができました。めちゃくちゃいいですね、はい、これですね、なんか昔の路線図が、うんうん、ここ小倉周辺の路線図が書いてあります。これこそ虫眼鏡が欲しい。そうそうなんか今はない駅の名前とかも書いてあって、なんかずっと見ていたくなりますね。いいですね。うん、いや、こう考えると入館料税込み1000円っていうのはとってもコスパがいいですよね。前輪ミュージアム、余すことなくたくさんの方に楽しんでほしいと思います。北九州は元気にするわい。北九 PR 部の北旅。北九 PR 部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ。コハ、コワちゃん、私エリリンでお送りしています。ここで北九州市からのお知らせです。北九州市立男女共同参画センタームーブでは、7月2日土曜日から23日土曜日の約3週間にわたってムーブフェスタ2022を開催します。作り出そう新しい未来、ムーブからをテーマに、講演会、コンサート、映画上映、フリーマーケットなど100近くの多彩な市民企画事業が繰り広げられます。各事業の日時、内容、参加費用など詳しくはムーブのホームページ内にあるムーブフェスタ特設サイトをご覧ください。以上、北九州市からのお知らせでした。さて、今日は前輪ミュージアム鉄道開業150周年企画展をテーマにお届けしてきました。いや、あの地図とか鉄道なんかすごい面白いんだなってでさらに学芸員さんの解説がまこれまたすごい分かりやすくて、うんうんうん、すごい面白かったですね。いや、なんかもう興味あるなしにかかわらず絶対この企画面白いです、うんうん、あんなに地図を見入って3人で見ることなんてなかなかないですよね。うんうん、ね、虫眼鏡を絶対絶対に虫眼鏡を取った方がいいと私は思います。いや、後半入り口に置いてあったね、ルーペが。
ルーペですね。なんかもう恥ずかしい。あのインタビューの時から虫眼鏡って言ってたよね。いやその代わり学芸員さんがルーペかって言ってたからルーペなんだそう最後にちょっとこれが言いたかったんですそしてなんと今日は北急 PR 部の北ナビのリスナーの方に、前輪ミュージアムさんからペア1組2名様招待券をいただいております。ご希望の方はお名前、住所、電話番号を明記の上番組メールアドレス kita@crossfm.co.jp までどしどしご応募お願いします。お願いします。ぜひメッセージも書いて送ってくださいね。リスナーの皆さんは今回の放送いかがだったでしょうか。引き続きご感想をお待ちしております。また前輪ミュージアムの写真スポットやスタジオでの収録の様子がわかる写真が番組 SNS にもアップされているのでぜひご覧ください。そしてこの番組は YouTube でも聞いてもらえます。放送を聞き逃したりもう一回聞きたいという皆さんも毎回の放送を聞いてもらえれば北九州通になってもらえると思います。そしてなんと今日は16時から北九 PR 部も選挙行くってよという特別番組が放送されます。参議院議員選挙の投票日が7月10日と近づいています。参議院選ってなんだっけという皆さんにも難しくなく聞いていただけると思います。今日の16時特別番組もぜひお聞きください。それではこの後は弥生さんにバトンタッチ。北九 PR 部の私たちはここまでです。今日はコハ、カワちゃん、私エリリンでお送りしました。それでは皆さんまた来週。北九 PR 部の北ナビ。はい、こちら生放送のスタジオから北九 PR 部部長の鶴田弥生です。早速メッセージやコメントをご紹介していきます。まずはグースコピースさんです。今日のテーマ前輪ミュージアムの話題、確か江戸時代に作られた伊能忠敬によるあまりにも正確な日本地図、今のものとも遜色ない地図と聞いて改めて日本人のパワーを感じます。前輪の地図は仕事の関係で使っていましたが、その正確さや細やかさには頭が下がります。こんなところの情報もちゃんと上がってるんだって驚くことしきり。そして前輪の社名の由来、善悪の善と隣、なるほどなと思いましたね。それから鉄道との関係、路線図ですか。鉄道マニアにはたまらないのでしょうね。廃路線やその時の頃の話、空想も膨らむことでしょうと。はい、そうなんですよ。もうとてつもなく緻密な測量、伊能忠敬の地図っていうのも展示してありましたけども、人間技とは思えない、すごいですよね。でも日本って昔ヨーロッパの方からすると本当に謎のジパング、まあ日本の形がいろんな不思議な形で描かれていまして、そんな時代もあったんだなって、そのあたりのことも前輪ミュージアムでは知ることができます。競馬ポマードさん、久々に折尾から小倉まで JR を利用しました。顔がシャム猫みたいに黒くて、ライトはまん丸、でかくて可愛い電車に乗ったんです。室内もお見合いシートで窓も横長くて景色もよく見えましたね。久々の感動でした。自分は鉄尾までは行かないんですが、たまに浮羽に行った時に湯布院の森号とかによく遭遇するんで写真を撮ったりします。また茶色の渋い電車も見かける時があるので、なんかいいことありそうだなってそういう時は思いますね。そういえば昔は寝台列車とかで関東の方にも行っていました。自分の大いびきで隣のお客さんが迷惑そうにしていましたけどねそうですか。デザイン&ストーリー、デザインと物語がある列車 D&S 列車って言いますけども、ただ移動するものではない列車の魅力を感じられますから、のんびりそういった列車に乗って旅してみたいですね。先日私あの仕事で赤村の方まで行ったんですけど、小倉から列車移動で途中から平成筑豊鉄道に乗るんですよ。
どんどん車窓から見える景色が田園風景、そして小川の清流と変わっていって、自然豊かな赤村に到着するまでの列車での旅、こんなに心身癒されるのかって、私にとっては新しい発見でした。それから昨日はですね、ラグビー日本代表対ウルグアイ代表、三国ワールドスタジアム北九州で開催されました。午前中からお昼にかけてかなり雨がひどかった、あと雷も鳴っていたのでどうなるかなって思ってたんですが、フェニックス野球は残念ながら中止になりましたね。でもラグビーはキックオフとなりました。北九州出身の選手がタックルした時なんかは、解説者の方が北九州出身ですなんて言ってくださってましたね。そして見事日本代表勝利を収めてくれました。雨に濡れながらミクスタに向かった皆さんは、そんなことも忘れるほど嬉しい結果になったんじゃないかなと思います。そしてミクスタ、昨日のラグビーから今日はサッカーです。ギラバンツ北九州対蒲田マーレ讃岐、18時キックオフ。今頃グラウンドキーパーさんは芝の調整頑張っていらっしゃるんじゃないかなと思います。それから浮橋のしげちゃん、本日16時から北九 PR 部も選挙行くってよがあります。しげちゃんは木曜日に期日前投票済ませました。声を届ける重要な選挙ですから、皆様投票に行きましょうと。ありがとうございます。ぜひ皆さん今日16時クロス FM で特別番組、北九 PR 部も選挙行くってよ、お聞きいただければと思います。北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、皆さん来週もどうぞお楽しみに。またね。